福岡3女性連続強盗殺人事件。2005年3月8日、ある異常勢力者が、福岡県警に逮捕された。逮捕された異常者は、鈴木康則、当時35歳で、多額の借金をしてまで、パチンコやスナックにお金を浪費。その結果、両親から勘当され、奥さんからも愛想尽かされた。その鬱憤晴らしという、身勝手極まりない卑劣な理由で、3人の女性を、強姦及び強盗目的で殺害した。事件の経緯。今回の犯人、鈴木康則は、サイマーにして、異常性欲者だった。鈴木は自宅を担保に、約1000万円の借金を抱えていた。これを知った父親は、借金を肩代わりしてくれたが、実家からは勘当された状態となった。実家の自動車整備工場もクビになり、鈴木は運送会社に勤め出した。その後、再び自宅を担保に借金したことから、夫婦関係にも亀裂が入り、奥さんからも愛想尽かされ、夜の生活も拒絶されるようになった。もともと異常性欲者の鈴木は、その鬱憤を晴らすため、女性を強姦することを画策。当時、鈴木は約800万円の借金を抱えており、また自身の性的欲求のため、周辺の若い女性を強姦、強盗目的で物色。2004年12月12日午後11時40分頃、歯科技工士の専門学校に通う、久保田奈々さん、当時18歳を、背後から口を塞ぎ、福岡県飯塚市の公園に引きずり込み、仰向けに倒れた久保田さんに馬乗りとなって、マフラーを両手で引き、首を絞め強姦。その後、首をマフラーで強く絞め絞殺した。その時、付近に人影が通りかかったため、鈴木は目撃されることを恐れ、何も取らず逃亡。久保田さんは長崎県の離島生まれで、14歳で膠原病を発病したが、努力を重ね高校を卒業。4月から一人暮らしを始めたばかりだった。この日、久保田さんは友人と会った帰りだった。鈴木には反省の念は全くなく、2004年12月31日朝7時頃、北九州市小倉南区の路上で、カート従業員の大中俊子さん、当時62歳を襲撃。胸や背中を執拗に包丁で刺し殺害。約6000円が入った財布を、ハンドバッグごと強奪した。この時、鈴木康則は強姦目的のため、若い女性を狙っていたが、大中さんがフードをかぶっていたため、若い女性と勘違いし襲撃。ところが大中さんが高齢とわかるや否や、強盗行為にだけ及んだ。鈴木の凶行は、その後も止まらず、2005年1月18日午前5時30分頃、福岡市で大手航空会社の子会社勤務、福島恵子さん、当時23歳を、鈴木は配送の勤務中の午前5時から5時40分までの休憩時間内に福島さんを襲撃。福島さんに背後から近づき、口を塞いだ状態で公園に引きずり込み、顔を殴って仰向けに転倒させ、首を絞めた上で強姦しようとした。しかし、たまたま通行人が通りかかったため、事件の発覚を恐れ断念。口封じのため、福島さんの腹部を包丁で数回刺して殺害。携帯電話や、財布が入ったカバン、約4万5千円相当を強奪し逃亡。発見した主婦によると、遺体は下着を脱がされていて、腹部は血まみれだったという。現場の多い北公園は、空港にほど近い場所で車通りは少なく、見通しは悪くないものの、周りに家はなく、さらに街灯もないため、気づかれにくい場所だった。わずか1ヶ月の間に、3人の女性を殺害した鈴木だったが、事件後は、平然とした顔で、悪びれる様子もなかったという。3件目の犯行では、
40分間というわずかな休憩時間の間に行われた犯行で、しかも鈴木は何食わぬ顔で配送業務に戻っていた。鈴木は被害者から奪った赤い携帯電話で出会い系サイトやアダルトサイトにアクセスしていた。しかしこれがあだとなり、福岡県警は被害者の携帯電話の位置情報からそれを不正使用していた鈴木を容疑者と断定。2005年3月8日午前1時頃、福岡県警捜査本部は福岡市で携帯を持っていた鈴木を直方市内で発見、占有離脱物横領罪の現行犯で逮捕した。逮捕後、福岡県警捜査本部は鈴木の自宅や車を家宅捜索したところ、英会話用のヘッドホンステレオを発見。これは客室乗務員を目指していた福島さんが通勤しながら勉強するため所持していたものだった。鈴木は事件の関与を否定していたが、福島さんの携帯電話や福島さんが英会話の勉強に使用していたヘッドホンステレオの物証を突きつけられた途端、すごすごと自供をし始め、3月10日、強盗殺人容疑で再逮捕となった。鈴木康則の生い立ち。1969年、福岡県直方市の自動車整備工場を経営する一家の長男として生まれた。過去の少年犯罪記録をたどると、鈴木は中学校時代から女性の下着に執着し、窃盗を繰り返していた。中学卒業後、宮若市にある県立倉手農業高校に入学。高校時代の同級生によると、おとなしく目立たない陰気な人間。しかしその反面、何でもないことで急に激高する。冗談の通じない、得体の知れない人間という印象だったという。1987年、高校を卒業した鈴木は、自動車関係の専門学校へと進学。1989年、専門学校卒業後、実家の自動車整備工場へ勤務。しかし、その年に車で人身事故を起こし、被害者弁済のため、消費者金融で借金したことをきっかけに、その後も借金癖がついた。1999年、鈴木は看護師の女性と結婚、子供二人にも恵まれた。周囲には、看護師の妻がいると、盛んに不意調子自慢していた。しかし、性欲の強い鈴木は、20代半ばから、仕事そっちのけで、強姦者のビデオを頻繁に見るようになり、底知れぬ異常性は、年を追うごとに増していき、2003年から、出会い系サイトに入り浸り、見知らぬ女性と猥褻な内容の会話や、メールのやり取りをしていた。鈴木は虚栄心が強く、繁華街の複数のキャバクラで大盤振る舞いをし、店には寿司折りなどのお土産を持っていき、自分をかっこよく見せようと、身の丈に合わない、稼ぎ以上にお金を散財。そのため、友人や消費者金融から、約1000万円の借金をした。その借金の担保に、実家の自動車整備工場を勝手に設定し、消費者金融から、ギャンブルやキャバクラ通いのための資金を、繰り返し借り入れた。見栄や虚勢が激しい男で、逮捕した警察官から、異常性欲者と呼ばれるほど、歪んだ性格は底知れなかった。2004年5月、実家を抵当に借金をしていたことが、両親に発覚。父親が肩代わりするが、鈴木は両親から、勘当、絶縁宣告を受け、さらに実家の自動車整備工場もクビになった。しかし、鈴木はこれに懲りず、その後自宅を抵当に借金を繰り返し、新たに800万円の借金を抱えた。それが2004年9月に、奥さんに発覚し、夫婦関係も破綻、夜も拒絶されるようになった。2004年10月、再就職先の運送会社に入社したが、わずか3ヶ月で3回もの事故を起こし、2005年1月22日付で運送会社をクビになった。
クビになった日は、3件目の事件を起こした4日後だった。2004年12月12日、最初の殺人事件を起こす。そして2004年12月31日には2件目の殺人事件。2005年1月18日に3件目の殺人事件を強行。鈴木は被害者から奪った赤い携帯電話を、スナックやキャバクラで、人前でも平然と不正使用し、アダルトサイトや出会い系サイトにアクセスしていた。この携帯の位置情報から、鈴木は容疑者となり、2005年3月8日、逮捕につながった。裁判。2006年1月26日の公判で、検察側は、3人を殺して無期懲役になるのは虫が良すぎる。今から死刑を覚悟しておいた方がいい。こんな事件を社会は許さないと語った。事件の動機について、経済的な困窮と性的な欲求不満から、強盗と暴行目的で女性を物色していたと指摘。いずれの事件も、口封じのために殺害したと述べた。そして、女性に対して、性や生命への畏敬の念もなく、自らの欲望を満たすために殺害した。凶悪かつ残忍極まりない犯行と、厳しく非難した。鈴木はそれに対し、死刑になるのが怖くなったのか、若い人に犯罪に走らないよう伝えたい。命の大切さを伝えるためにも、死刑にはなりたくないなど、好き勝手な妄言を展開。それに対し検察側は、醜悪極まりなく、常識外れも甚だしい。遺族の怒り、悔しさを増幅させたと、厳しく指断した。さらに、何の落ち度もない女性を襲った凄惨、冷酷な犯行に、酌量の余地は皆無。死刑の適用をためらう必要性など全くないと述べ、死刑を求刑した。一方最終弁論で弁護側は、唯一認めていた飯塚氏の事件の殺意をも否認。首は絞めたが、殺害目的はなかったと、強盗致死罪の適用を求めた。そして、鈴木被告は被害者に謝罪し、反省しており、更生の可能性はあると、苦し紛れな主張をした。鈴木被告は最終意見陳述で、謝罪の言葉を述べる一方、検察側の言っているように、私自身が法廷で嘘をつくのではなく、警察や検察が考えた、嘘の犯行内容の供述調書を、都合のいいように押し付けて作成したのであって、本当に嘘つきなのは、捜査側である警察と検察側なのですなどと、好き勝手な妄言を展開。さらに、その妄言は止まることがなく、裁判長に対しても、裁判所は検察側が全て正しいと思っているのでしょうか。質問の仕方が検察寄りで、トゲがあるように感じるのですが、前の裁判長も裁判官も、7回公判時、私が一度も、反省や謝罪の気持ちを見せてないというが、法廷の出入場時に傍聴席に一礼をし、公判内でも謝罪の言葉を述べているし、退廷時にも述べている。これでダメなら、どんな態度をすればいいのですか。見てみないふりですかなどと、傍若無人を炸裂させた。このような問答が続き、当初は人格障害さえ疑われたが、裁判が続くにつれ、夫婦間の営みの欠如、ガソリン代まで縛る妻の態度、迷惑をかけたから小遣いすらいらないと言ったのになど、支離滅裂な発言を展開。自らが起こした凶悪犯行を、あたかも妻が悪いかのような発言をわめき、挙句、私が死刑になるとすれば、それはおかしなことだなどと、意味不明な妄言を発した。裁判長は、君は事件に向き合っていない。被害者の立場で考えることが責任ではないか。遺族は君の反省の言葉を望んでいる。君が殺したんだよ。遺族は到底許せないとの気持ちを深めたと思わないかと、声を荒げ、約10分間説諭した。2006年11月13日、判決公判で福岡地裁は、
鈴木被告に死刑を言い渡した。裁判長は、傷跡の状況や凶器の殺傷能力などから、いずれも金品を奪い取る目的で殺意もあったと、強盗殺人罪の成立を認定した。量刑理由では、金銭欲などから3人もの女性を殺害した動機に、酌量の余地はないと指摘。被害者の携帯電話で、出会い系サイトを利用したことについては、被害者への冒涜と断罪した。鈴木被告は公判中、捜査官の取り調べに対する、不平不満を述べることに終始したり、正義の味方ずらした検察官は、許せないとする文書を、福岡県警に送ったりするなど、終始反省など皆無な言動を展開した。これらのことについて、自分の行った行為を見つめ直しているとは言えず、遺族の感情をさらに害した。自己中心的かつ、身勝手な考え方や犯罪成功は深まっていると、厳しく非難した。そして、動機に酌量の余地はなく、殺害方法も凶悪で残忍。被告には反省の態度がなく、遺族の処罰感情は厳しい。凶悪で残虐極まりない犯行。人間らしい理性もなく、生命をもって償うのが相当と結論付けた。鈴木側は判決を不服とし、福岡高裁に控訴。2007年7月10日の控訴審初公判で、弁護側は鈴木被告が犯行後、被害者の携帯電話を使い続け、凶器の刺身包丁を捨てずに車中に置き、罪の意識もなく生活を送っていた点を指摘。妄想性人格障害か、妄想性障害の影響下だったとして、心神喪失か心神耗弱を主張した。さらに、犯行時、責任能力がないか、著しく欠いた状態だったとも述べ、精神鑑定を申請したが、裁判長は、精神鑑定の歳費について留保とした。検察側は、著しく不自然、不合理な主張で、到底信用できないとして、控訴棄却を求めた。11月6日の第3回公判で、裁判長は弁護側が請求していた精神鑑定を却下し、結審した。この日の公判で、遺族は、被告には反省、介護が見られない。私の命と引き換えに被告を殺したいと、意見陳述で、涙ながらに悲痛な思いを吐露した。鈴木被告は被告人質問で、罪を憎んで人を憎まずと言う。権力が人を許さないと、公正への道を閉ざすことになる。都合のいいことを言うな、と言われるでしょうが、生きて償う道を私に与えてほしいと、とてもじゃないが、人間とは思えない発言を展開。往生際の悪い言い分で、死刑回避を訴えた。2008年2月7日の判決公判で、裁判長は、被害者の人格を無視した強固な確定的殺意に基づく、非常かつ残酷な犯行。目を覆いたくなるほど残虐で、通り魔的犯行として社会を震撼させた。刑事責任は極めて重大で、死刑はやむを得ないと指摘。鈴木側の控訴を棄却した。弁護側の、極度のストレスで心神喪失か耗弱状態だったという、苦し紛れな主張に対しては、不自然、不合理な点は一切認められない。責任能力に疑問を差し挟む余地はないと、全面的に却下した。鈴木側は判決を不服とし、最高裁へ上告。2011年3月8日、最高裁は一審、二審の死刑判決を支持し、弁護側の上告は棄却された。これにより、鈴木被告の死刑が確定。福岡拘置所に収監され、2019年8月2日、鈴木の死刑が執行された。享年50歳。今回の事件は、犯罪史上、稀に見る凶悪犯行だったと思います。事件の裁判調書を読む過程で、ここでは言えない内容など、卑劣なものも含まれており、読んでて吐き気がしました。この鈴木という男は、
過去の生い立ちを見ても、終始まともな人間とは思えず、情状酌量の経緯は全く皆無でした。多くはお話ししませんが、正直、このような救いようのない俗物というのは、残念ながら、世の中には一定数存在し、いつどこで、こういう気違いと遭遇するかわからないという、恐ろしさが垣間見える事件でした。このような生命体が、この世に存在する限り、日本の死刑廃止は、恒久的に実現不可能だと思いますし、むしろ、異常性抑者に対しては、今以上に厳罰化を検討することも、国会で審議していただきたいと、個人的には思います。そうでなければ、何の罪もない人が犠牲になるという、悲惨な結末になることが、減少することは難しいし、むしろ、この鈴木のような、反省のかけらもないクズの予備軍を、助長させ、強行を起こしやすい環境を、野放しにするだけだと思います。亡くなられた、被害者女性の方々のご冥福を、心よりお祈りします。